今朝のコメンテーターは岡三証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。相田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今年のノーベル文学賞が発表されまして、日本の作家村上春樹さん、今年も受賞を逃しました。受賞したのはフランスの女性作家、82歳のアニー・エルノーさんです。で、村上春樹さんは今年6月フランスのシノ・デルドゥカ、世界文学賞の受賞者に選ばれています。で、その際、審査委員長はきっとノーベル文学賞を受賞するが、この賞でも称賛しないわけにはいかないと称えていましたが、ノーベル文学賞は今年も名前がありませんでした。村上さん自身、ノーベル賞をはじめ文学賞への意欲語ったことは一度もありません。で、毎年名前がこうやって、この村上春樹さん、ノーベル文学賞を取るか、今年こそ取るかみたいにですね、名前が上がることについて著作の中で、正直なところ割に迷惑ですと綴っています。そんな村上春樹さん、今年も相田さん受賞なりませんでしたね。そうですね、世界的にファンも多いですから、毎年期待されて、残念に感じる人々も多いんではないかと思います。はい。ノーベル文学賞は人気作家、大衆に受けやすい作家には厳しいと言われてますので、そういうところも影響しているのかなと思われます。そうなんですね。で、村上さん、ノーベル文学賞の最有力候補として名前が上がり続けていることについてはこう言ってます。だって正式な最終候補になっているわけじゃなくて、ただ民間のブックメーカーが賭け率を決めているだけですからね、競馬じゃあるまいしと否定的な見解を示し、ノーヘル賞、ノーベル賞じゃない、ノーが減るって書いてノーベル賞と、村上流ジョークで断じているということです。このあたりはさすがだなと思いますけどね。そうですね、ユニークですね。ね、ノーベル賞は一つの評価基準ですから、毎年期待されて、それだけ人々の期待が高いということ、それ自体が高い評価ですから、ものは考えようなんだと思いますね。いや、これご本人の気持ちってのはもちろんご本人しかわからないんですけども、自分がこの同じ立場になった時、最初は自分の中でも正直言ってちょっと期待してるんですけど、毎年名前が上がって毎年残念でしたって言われるのもなんかね、そうですね、いいよもうみたいな、そういう気持ちにもなるんでしょうね、きっとね。はい。さて、一方ですね、この人は初の快挙、アメリカメジャーリーグエンゼルス大谷翔平、今シーズンのレギュラーシーズン最終戦で先発ピッチャー兼3番指名打者で出場しました。16勝目は逃しましたが、今シーズンの通算投球回数166となりまして、規定投球回数の162をクリア、規定打席と同時到達を達成しました。これ、ワールドシリーズが始まった1903年以降初めての快挙だから、ベーブ・ルースも成し遂げてなかったってことになりますよ ね、 これね。バッターとしては今シーズン打率2割7分3厘95打点34ホーマーの成績でした。もうこの大谷選手、大谷投手の活躍ですが、これは野球ね、おやりになる相田さん、これどういうふうにお考えです？はい。二刀流を実現するだけではなくて、二刀流で高みに上ったという証拠だと思います。大谷選手の活躍を見ますと、我々も思い込みでいろいろな可能性を潰してるなと、投手は打てないものだと、打者が投げるということはありえないと考えている思い込みを大谷選手が払拭したわけですから、そうですね、やはりいろいろな思い込みを払拭すると新たな可能性が出てくるというような、思いがあります。はい。私もですね、もうかなり昔になりますが、野球の実況中継というのをねさせてもらってた時、あの当時、もうだから今から30年以上前ですけども、あの当時ピッチャーっていうのはもう打てないと、もう打たなくてもいいと、打席には立つけどというところで、逆にその相手ピッチャーがインコースとか攻めると、なんかブーイングというか、おいおいみたいな、怪我させる気かみたいな、そういう立場だったですけども、覚醒の感がありますよね。ありますね。普通考えますと投手が打てた方が勝てるわけですから。いやそうです。はい。ですから、あの当時私が実況している当時はですね、ピッチャーがなんかヒットかなんか打つと、すげーとかね、ホームランなんか打った日には
おいおいだっていう驚きでしたけども、大谷がそれをもう変えちゃったって感じですね。そうですね、はい。でも考えてみたらですね、開幕戦先発ピッチャー兼1番指名打者、そして5月14日大リーグ通算100号達成、6月21日自己最多1試合8打点、8月9日104年ぶり2桁勝利2桁ホームラン、そして、まあ、あの先日昨日ですね、投打ダブル規定到達と。すごいですね。この次は、はい、2つのタイトル、はい、投手としてのタイトルと、まあ、打撃のタイトル、はい、というところしかもうないですよね。で来シーズンに向けて、まあ、これインタビューに答えてるんですけども、何て言ったかというと、来シーズンに関しての心構えとして、守りに入っていたら無難なところにしかならない、今年去年みたいな数字は残らない、と思うので、ここからが本番だというくらいの気持ちでプレーをしたいというふうに言ってるんですよね。もう来年を見据えてる、もう見据えてますね。どこまで行くんですかね。期待したいですね。いや楽しみではありますね、はいはい、おはようペラちゃん。時刻6時12分です。今朝のコメンテーターは岡三証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。ニュースピックアップ、こちら読売新聞、景気8地域据え置き。日本銀行は昨日10月の地域経済報告桜リポートを発表しました。全国の9つの地域のうち8つの地域で景気判断を前回7月から据え置いています。前回は7つの地域で引き上げられたのですが、今回は中国地方に限られました。情報修正された中国地方は上海の都市封鎖の影響、これが弱まったことで自動車の生産が回復したとしています。この10月の桜リポートについて読売新聞は、コロナ禍からの経済再開が進む一方、物価高が重くのしかかり、景気回復に力強さを欠くことが示されたと、こういうふうに伝えています。全国9つの地域のうち8つの地域で景気判断据え置きという、まあ、こういう見方です。これは相田さん、どういうふうにご覧になれば、ご覧になってますか。はい、これまで、はい、中国の都市のロックダウンで、部品の供給が止まってしまいまして、はい、まあ、生産ができないという問題がありました。まあ、中国からの部品の輸入が、まあ、再開しまして、はい、まあ、生産ができるようになり、この生産の動き、工場の生産の動きが持ち直していることを反映しています。はい、まあ、さらに、まあ、経済の再開、日本の経済の再開に向けまして、まあ、在庫を積みますような動きも、まあ、生産を押し上げてまして、はい、まあ、それが、まあ、一つの判断材料なんだと思います。はい、まあ、これもう少し詳しく見ると、桜リポート、各地域ですね、北海道が緩やかに持ち直し、北陸は基調としては持ち直し、関東甲信も基調としては持ち直しですね、東海持ち直しの動きが一服、近畿全体として持ち直しで、中国が緩やかに持ち直しで、上がってると、そして四国は全体としては緩やかに持ち直し、九州沖縄緩やかに持ち直しと、これ微妙に表現違うんですね、やはりね。そうですね、違います。まあ、各県、まあ、いろいろな特色がありますので、はい、まあ、表現は違ってきますね。そうなんですね、はい、でこの10月の桜リポート、項目別見ると、個人消費はすべての地域で前回と同様持ち直しの表現が使われました。首都圏からの客が増加したといった声、まあ、これも寄せられたといいます。で生産を見ると、関東甲信や中国四国で景気判断が上方修正されました。山口県の金属製品の製造業は、大手メーカーの積極的な設備投資を背景に、当面はフル生産が継続する、まあ、こういう見通しを示したといいます。まあ、一方で物価高への懸念も多かったといいます。この項目別の景気判断ですが、これは相田さん、どうご覧になりますか。はい、現在、在庫を積みます動きが、生産を押し上げています。はい、ただ問題は、予想通り需要が回復しませんと、はい、まあ、在庫が大きいということで生産の調整傾向体になってしまいます。そこには2つリスクがありまして、まあ、1つは、物価高で、やはり、まあ、経済活動が、まあ、再開しても、まあ、日本の消費が伸びないという恐れ、そしてもう1つは、はい、米国経済が、まあ、傾向体に陥って輸出が大きく、まあ、鈍化してしまう、まあ、こういう2つのリスクがあると、まあ、問題が発生するということだと思います。はい、続いてはこちら、読売新聞、
原油減産インフレ加速も、産油国で構成するオペックプラスが2年半ぶりに大規模減産に踏み切ります。5日に開いた閣僚級会合で11月に世界の総需要のおよそ 2% にあたる日量200万バレル減産することで合意しました。原油価格上昇して主要国でインフレがさらに進むとの懸念が広がっています。世界経済のこの後退懸念を背景に低迷する原油価格、これを回復させる狙いがありますが、原油高はウクライナに侵攻するロシアの増収に直結するだけに、アメリカ、ヨーロッパはこの決定に反発をしています。オペックプラスが大規模減産ですね、日量200万バレル、この影響というのは相田さん、これはどうご覧になりますか。はい、減産により、原油の供給は抑制されます、はい、一方で、グローバルに景気が後退するリスクが高まっていますので、需要も抑制されると見られます、はい。減産により、原油が再び高騰する可能性は、原油価格が再び高騰する可能性は現在のところまだ大きくないと見ます、はい。原油国の、財政収支、政府の収支が安定化する原油価格の水準が、大体80ドル程度と、現在の水準近辺と言われますので、はい、これ以上の下落を防ぎたいという思惑があるんだと思います、はい。ちなみにですね、1バレル現在 WTI 原油はですね、88ドル96セントというくらいですから、となると向こうが、向こうというか生産側が80ドルと見てるとするならば、もう少し下がるということですか。これやはり今後のグローバルの景気後退で需要が減るということを見越して、早めの減産の計画になっているんだと思います、はい。で、今回の会合、ロシアも減産をですね、強く働きかけたと見られます、欧米諸国、ロシア産原油の輸入停止削減進めていて、ウクライナ侵攻の戦費調達のため原油を上昇させる必要があったためだといいます。燃料価格の高騰、日本経済にも悪影響を及ぼす可能性があります。暖房に灯油を使う地域では冬場の家計直撃しますから、消費の落ち込み、これが懸念されると。政府、ガソリンや灯油などの価格を抑えるために石油元売り会社に補助金を投入しています。で、この減産によって補助金をいつやめるか判断が難しくなっているという声もありますが、この状況は相田さん、どうご覧になりますか。はい、原油価格は高止まっていますけれども、はい、ピークと比較すれば大きく下落をしています、はい。一方で円安も進んでいますので、日本にとってのこの体感の原油価格は、かなり高い状態が続いているんだと思います、はい。このようなコスト増で、景気回復の動きを止めてしまってはいけないですから、はい、補助金を含めて、経済対策でしっかり、支援を続けるべきだと思います。はい、一時今相田さんおっしゃった、120ドル1バレル120ドルぐらい行きましたよね、はい。それに比べれば低いとは言うものの、はい、ただ日本からしてるのでやっぱり高いなと。そうですね、はい、状況ですもんね、はい。とこれいつ頃までとな考えてるんでしょうね。一つは、アメリカ経済が景気後退になれば需要が、はい、下がりますから、はい、原油価格にも下押し圧力が、かかってくる、はい。それ当然ながらウクライナの問題が収まりませんと、はい、なかなかこう下押し圧力がかかってこない、この2つの要因がどう絡むかということだと思います、はい。一時は政府もですね、少しずつこの、負担減らしていこうかと、補助減らしていこうかとしましたけれども、現時点ではちょっと無理ですね、これね。無理ですね、はい。この国民の生活を考えたら、はい、今しばらくはという感じです。はい、時刻6時19分です。おはよう、テラちゃん。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは岡三証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。ブルームバーグからです。世界の外貨準備高、過去最速のペースで減少という記事。世界の外貨準備高、過去最速のペースで減少しています。今年に入っておよそ1兆ドル、およそ144兆5千億円減って12兆ドルと、ブルームバーグがデータを集め始めた2003年以来最大の落ち込みを記録しています。日本やインド、チェコなどの当局が自国の通貨を防衛するため、外国為替市場で介入を行っているためだといいます。世界の外貨準備高、過去最速のペースで減少ということなんですが、こちらは相田さん、どうご覧になってますか。
はい、各国の通貨安がインフレを生み、はい、それが、高金利につながって、はい、まあ、景気を下押すという動きが続いています、はい、しかし高金利にもかかわらず、アメリカの中央銀行 FRB はさらに強い利上げをしていますから、はい、まあ、通貨が、高くならない、そうするとさらなる通貨安がインフレになるというこの悪循環を、まあ、止めるために、各国が、まあ、通貨安を止めようとしている動きだと思います、はい、まあ、これはだからいつまで続くかということにもつながってきますよね、はい、でこのブルームバーグによるとですね、各国地域の中央銀行の大半には必要と判断すれば、外為市場の介入続けるための十分な外貨準備があると言います、日本政府と日本銀行はですね、円外ドル売りの介入のために9月におよそ3兆円2兆8000億円余りを費やしました、まあ、こう言われておりますが、まあ、それでもその為替介入を続けるための十分な外貨準備があるのか、まあ、こういう素朴な疑問をお感じの方もいらっしゃるかと思うんですが、相田さん、このあたりはいかがですか。はい、日本の外貨準備は8月末時点で185兆円程度、はい、あります、はい、ということは円安を止めて140円台のドル円を120円に持っていくには十分ではないかもしれませんが、大きな変動を抑制するには十分な額があると思います。さらに日本は対外純資産国、海外に大きな資産を持ってますので、円安になると円ベースの価値がぐーんと上がってきます。そして米国が景気後退を含めて悪くなっていけば、当然海外資産を日本に戻す動きが大きくなると思いますので、はい、まあ、為替介入だけではなくてそういう動きも円安を止める力になると思います、はい、まあ、9月に1回この介入しましたが、この政府日銀による為替介入ですけれども、どうでしょう、2回目は。はい、変動が大きくなればやると思います。特に、はい、現在日本の景気回復を続けるためには日銀は金融緩和を続けざるを得ないということです、はい、ただ日銀が金融緩和を続ける、それ自体が円安につながる、そして為替を変動させるということをどうしても遮断したい、はい、そのために為替というのは日銀ではなくて財務省の責任でやるもの、為替政策をやるものですから、はい、まあ、為替介入で変動を抑えたということですから、はい、もしまた日銀が金融緩和継続となって円安に大きく進む変動が起これば、はい、為替介入はあると思います、今回のこのドル高というのもアメリカ発のドル高なわけですよね。はい、まさしくその通りです、まあ、ですから日本の円安というよりはドル高ってことで、はい、それと比較するからってことなんでしょうね。そういうことです、まあ、ですから、あのもうちょっと上がったらまたそのあたりのくさびを打ち込むということは可能性としてはあるということなんですね。はい、はい、また後ほどお話を伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは岡三証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。読売新聞から、北朝鮮が弾道ミサイルの度重なる発射で軍事的な挑発を強めています。日本政府韓国政府によると、北朝鮮昨日の朝6時ごろと6時15分ごろ、平壌から、東方向にですね、弾道ミサイルを合わせて2発発射しました。北朝鮮のミサイル発射今年24回目、9月25日以降見るとですね、もう2日に1回ぐらいのスピードというか間隔、まあ、6回で合わせて10発と異例の高い頻度です。北朝鮮が高い頻度で弾道ミサイルを発射しています、これは相田さんはどういうふうにご覧になってますでしょうか。はい、国際、まあ、商品市況の上昇に北朝鮮も無縁ではいられず、はい、やはり国内経済がかなり厳しい、という状況ですので、はい、まあ、批判をさらそうという動きがあるんだろうと思います。さらに、まあ、現在は民主主義国家と、まあ、中ロのような権威主義国家のこの分断がありますから、はい、その分断を、さらに拡大してやろうと、いうような思惑もあるんだろうと思います、はい、今相田さんご指摘の国内を見てその目を外に向けさせるというか、どうだ我々こんなミサイル持ってるぞっていうようなのを国内向けに撃ってるという要素もあるってことなんですね。はい、あると思います、はい、そうなんですね、まあ、あのいろいろこの国際的に見るとですね、どうしてこの北朝鮮がここまでミサイル発射繰り返すのかというと、その核ミサイル開発を加速するのはもう今しかないというふうに踏んだと考えていると、まあ、これはラジオ機の方もご存知の通り、まあ、これまで国連安全保障理事会です
ですね、制裁決議この採択で一定のこの歯止めをかけてきたわけですが、それが、まあ、この今年の2月24日以降ですね、またはそのウクライナ侵攻、あと台湾めぐる対立から機能不全に陥っていると、まあ、こういうふうに北朝鮮も踏んで、あと北朝鮮が敵対するアメリカも戦略的この競争相手と位置づける中国ですとか、あとウクライナ侵攻を続けるロシアの対応でも手一杯と踏んだと。さらに11月にはアメリカ中間選挙もありますから、もう余裕がない、だったら今だというふうな、まあ、こういうまあ、これは国際的とか対外的には、まあ、そういうふうにこの踏んでるというふうな見られ方もしています。さてその国連安全保障理事会なんですが、5日の緊急会合、北朝鮮が4日に日本上空通過する弾道ミサイルを発射したことをめぐって対応を協議しました。で会合ではアメリカが非難声明提案しましたが、中国とロシアの国連次席大使は北朝鮮のミサイルの発射の要因を朝鮮半島周辺でアメリカなどの軍事演習、これを挙げて北朝鮮を擁護し合意ができなかったと言います。まあ、もう少し噛み砕いていくと、いやいやアメリカが北朝鮮の近くで軍事演習なんかやるからだっていうような、まあ、こういう理由なんですね。と思う方多いかと思うんですけれども、まあ、こういうところで反対意見を述べているということなんですね。まあ、これについて読売新聞、国連安保理、中国とロシアの反対で新たな対策を打ち出せず機能不全を露呈したと伝えています。まあ、こういう国連安保理ですけれども、これは相田さんどうご覧になりますか。はい、まあ、国連のまあ機能不全というのは大きな問題で、はい、この機能不全がまあ世界的な安全保障の脅威になっています。はい、まあ、日本はこの安保理の改革を長く主張してきまして、そして民主主義国のまあサポートもまあ大きいという状況です。はい、そして、まあ防衛費を増やして自分の足で立って、はい、まあ防衛をしていくという動きもありますから、まあこの改革をまあしっかりまあ実現させてもらいたいと思います。はい、まあ、ですから結果的には今回のこの、 国連安全保障理事会もアメリカが安保理声明を声明案をこの提案したんですけれども、中国ロシアが反対で終わったということなんですね。はい、さあそれではここからはですね、相田さんにこのテーマでお話を聞きます。 IMF が見解、インフレ長期化は稀。IMF 国際通貨基金公表した調査報告の中で、長期の賃金物価スパイラル歴史的に稀とした上で、インフレの高止まりを防ぐのに世界の中央銀行による最近の大幅利上げが効果を発揮する可能性は高いという見解を示しました。IMF 調査報告で2020年21年の賃金物価上昇の波は極めて異例な新型コロナウイルス感染拡大のショックによってもたらされ、従来の経済原理が働いた過去の事例とは異なると指摘しました。過去50年間に先進国で高インフレとなり実質賃金が低下した22の事例を検証した結果、大半がすぐに沈静化したことが分かったとしました。まあ、稀だということなんですが、 IMF の見解、相田さんこれはどう受け止めますか。はい、IMF の見解は正しいと考えます。正しい、はい。今回の強い物価上昇圧力は新型コロナウイルス問題に対処するための、まあ、財政政策と金融緩和の、大規模な金融政策の大規模な緩和に、まあ、供給の制約が加わったことが原因です。はい、まあ、経済政策は引き締め方向に、まあ、転じてきまして、まあ、供給の制約は緩和方向に向かっているわけですから、インフレの力が弱くなっていくと見られます。はい、ただ今年 10% のインフレが起こったので、来年も 10% のインフレが起こるかもしれないという人々の予想が企業の値上げのしやすさにつながってインフレ率をこれまでよりも高くする可能性もあります。はい、しかし、まあ、景気が鈍化をしますと、企業はシェアの争いをしているわけですから、値上げで需要が落ちることを躊躇するようになりますので、はい、企業の独占の問題がない限りは、まあ、競争がしっかり存在する限り、あまりに強いインフレは安定化の方向に向かっていくと思います。はい、競争がある限り
これは動いてくる、はい、ということなんですね。で IMF 過去の事例は総じて物価賃金のおよそ1年間の上昇加速は、一般的に持続しないことを示唆しているとして、名目賃金と物価の上昇率平均的に数四半期後に安定化する傾向がある、こういうふうに分析をしています。世界の中央銀行が大幅利上げを行うことで景気の後退というのが懸念されてますけれども、となると相田さん、これが今のところ最善の策ってことなんですか？そうですね、企業が景気後退を予想し始めますと、需要を確保することが重要になってきます。今年 10% の値上げができたからといって、来年も値上げができるだろうと考えますと、競合している企業に需要を奪われるリスクになります、結果として景気後退の予想があることだけでもインフレを抑制する効果を発揮します。米国の長期のインフレ予想も、年初には 3% 程度まで上昇していましたが、現在は 2% 強まで、すでに安定化をしています。実際のインフレがどれだけ早く、安定化するのかが、世界の中央銀行がどこまで利上げを続けるのかを左右しまして、それが予想だけではなくて、実際の景気後退をどれだけ深くするのかを、左右すると思います。さてそんな中ですね、岸田政権、物価の上昇分をカバーする給料の引き上げ、これを目標に10月中に策定する総合経済対策に向けた重点事項をまとめました。政府の新しい資本主義実現会議では、物価上昇分をカバーする給料引き上げに向けて労使での議論を要請することや、下請け企業が原材料の上昇分を価格に反映すること、これを拒否する企業名の公表など、足元の物価高騰に対応するための賃上げ施策がまとめられました。また年功序列の給与体系から成果を重視する職務給へ移行する中小企業への助成、これを導入するほか、学び直し支援、このために5年間で1兆円を投資するなど、長期的な賃上げ施策も示されました。こうした賃上げ対策なんですが、相田さん、これはどう評価されますか？内閣府の推計ではまだ15兆円程度の需要の不足があります、需要が不足した状態では、賃金は大きく上がりません、まずはコスト上昇の負担は、経済対策でしっかり支援する必要があります、一方欧米はすでに需要が供給を大きく上回るようになり、賃金が大きく上がりました。賃金が大きく上がることがインフレをさらに強くし、政策の強い引き締めが必要になり、景気後退のリスクになっています、日本もこれから需要が供給を上回る、局面に転じたとき、賃金の上昇が、労働の生産性のしっかりとした改善を背景としたものに、する必要があります、そうなればインフレの悪い循環に陥らずに景気回復を持続的にできます、そのためには、賃上げと生産性の向上が両立するような、労働市場に対する政策というのが重要だと思います、1991年の実質賃金を100とした場合に、日本の伸び率28年後の2019年で105とほぼ横ばいです。一方ドイツ、フランス134、アメリカ141、イギリス148、海外大きく伸びています。となると30年近くですね、横ばい状態にあります日本の賃金事情、これ特殊なわけなんですが、なぜ相田さん、日本の賃金伸びなかったんでしょう？財政支出が不足していたからです。そこですか？マクロ経済では誰かの支出が誰かの所得になります、家計にしっかり所得を回すためには企業と政府の合わせた支出をする力が必要です、日本はこの20年間企業の貯蓄率と財政収支を合計したネットの資金需要が 0% で、企業と政府の合わせた支出をする力が消滅してしまいまして、家計に所得がしっかり回りませんでした、企業の支出が弱いのであれば財政支出をもっと拡大すべきでした、コロナ後でもネットの資金需要は米国は GDP 比で 17% 程度、イギリスは 13% 程度、財政支出をで拡大したにもかかわらず、日本は 5% 程度の拡大でしかありませんでした、これでは日本が賃金の上昇が弱いのは当たり前です、
まあ、財政システムの拡大で、まあ、インフレやポンド安になったイギリスは日本の参考には全くなりませんので、日本はもっともっと財政支出を拡大すべきだと思います。財政支出なんですね。ここでもやはり財政支出なんですね、はい、だからまあ景気良くするためにはその財政支出が必要だと、もうかねてから相田さんは唱え続けてらっしゃいますけれども、まあ、この30年、まあ、25年実質賃金もこの下がり続けているなんていうところも財政支出が足りないからだったんだということなんですね、はい。となればもう今後ここは十分に反省して財政支出もっと出すべきですよね、はい、骨太の方針で積極財政の転換が可能になってます、はい、来年度の予算の編成方針で積極財政転換しますと言ってるわけですから、はい、それをしっかり実現してもらいたいと思います、まあ、補正予算でも30兆とか言われてますが、はい、本当かっていうこの疑い の、ね、その感覚もよぎってくるんですけども、30兆あったら大丈夫ですか、もっと必要ですね、もっとですね、はい、もっとですか、しっかりやってもらいたいと思います。はい、ニュース最前線でした。おはよう、テラちゃん。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは岡三証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。海外投資家の日本株離れが進んでいるというニュースです。東京証券取引所が昨日発表した今年4月から9月の投資部門の今度部門別の売買動向というのを見ると、海外投資家現物株を1兆5281億円売り越しました。本来ですと大幅に円安が進めば輸出企業などの業績拡大というのが期待されますから、外国人の買いが増える傾向にこれまでだったらありました。ただ安倍政権によるアベノミクスが始まった2012年10月から13年3月は2割弱の円安が進み、海外投資家ですね、こちらがおよそ6兆円と大幅に買い越ししていました。現在は急速な円安進んでいます、まあ、そんな中ですね、本来だったら日本株さらに買いが 入ってもいいようなものなんですが、日本株離れが進んでいると。先ほどお伝えした通り、現物株1兆5281億円売り越しているという状況のようですが、これは相田さん何が起きてるんでしょうか。これ言い過ぎだと思います。言い過ぎ、はい、日本株離れというのはやはり言い過ぎでして、はい、そうでしたか。グローバルに政策を引き締めて、はい、株を含めたリスク資産から遠ざかる、まあ、避けようという動きがあるわけですから、はい、まあ、日本株だけではなくて、はい、グローバルに株からこう資産が動くような動きが、はい、大きかったということです、まあ、株価の水準だけ見ますと、まあ、日本株はグローバルの株価に比べて堅調な動きをしているので、はい、まあ、日本離れというのはちょっと言い過ぎないような気がします。じゃあ日本離れまでは行ってないよという状況、はい、ただまあこの1兆5281億円は売り越されたというのが現実ではあるということなんですね、はいはい、で日本企業はですね、生産拠点の海外移転進めて、まあ、輸出数量も過去に比べ伸びなくなりました。で円安のメリットを享受しにくくなっているなんて指摘もそこここで聞かれる昨今なんですけど、このあたりの指摘はどうでしょうか。これも言い過ぎだと思います。これも言い過ぎですか、はい、GDP で、を見ます。 GDP を見ますと、はい、輸出の占める GDP に占める輸出の割合は現在過去最高です、はい、あ、そうですか。なぜ日本の輸出が国内で役割が小さくなっていると考えるのかよくわからないです、ということは大企業は海外生産を増やしてますけれども、まあ、きっとグローバル化の流れの中で、まあ、中小企業まで海外にアクセスができるようになっているので、国全体で見れば輸出の GDP に占める割合は過去最高になっているので、円安は日本経済にとってポジティブだと思います。あ、そうなんです。じゃあなんでそんな話が出てくるんですかね。よくわかりません。よくわからない。日本離れとか、円安のメリットがないとか、はい、そういうなんかネガティブキャンペーンが貼られてしまっていること、それ自体が日本経済マーケットの地位を危うくしてるんだと思います。ということはその人たちのこうなったらいいなみたいなね、それぞれの思惑の中の立ち位置での意見ってことですかね。そうなんでしょうかね、で日本の企業についてはこんなニュースもあります。今年7月から9月期に日本企業が関連した、合併と買収ですね、 M&A、 これは金額ベースで前の年の同じ時期に比べ 64% 減の1兆9109億円となりました。四半期としては20年4月から6月期以来の低水準となりました。
世界的なインフレによる景気減速の懸念、あと急激な円安を受けて大型の買収案件に対し企業が慎重姿勢を強めた、まあ、こういう見方もあるようなんですが、日本企業が関連した合併買収額が大幅に減っている、これは相田さんはどうご覧になりますか。はい、2つ大きな理由があると思います、はい、まあ、1つは、まあ、単純で円安で、まあ、海外の買収価格が割高に感じられるようになっているということ、はい、もう1つは、円安経済安全保障の動きがありますので、まあ、国内生産を増やす、動きが出てきてます、はい、となると海外の生産を増やすために海外の企業を買収するというようなこれまでの動きが、まあ止まっているということだと思います、はいはい、この国内生産回帰っていうのは相田さん の, あの目からご覧になって、まあ、データとか見て結構進んでますか。進んできてると思います。さらに、まあ、地政学上のリスク、はい、中国やロシアも含めてありますの で, あ で, す、ね、まあ、できるだけ、まあ、そのような権威主義国に依存しないような、まあ、生産体制サプライチェーンを構築しようという動きもありますので、まあ、そういう動きが、まあ、国内の、まあ、生産を増やすような動きになってくると思います、うん、はい、あともう一つは例えば中国に今まで工場を持っていた企業が日本に来ないで東南アジアの方にこの工場を移すという動きもあるんですか。動きもあると思いますけれども、やはり円安の水準は相当大きいですし、まあ、今後気候変動の問題で、はい、やはり海外にやはり大きなこう、まあ、気候変動の災害が起こったりした場合も考えると、自然災害とか、ね、起きないとも限りませんからね、はいはい、やはり今までよりはわずかなコストが安いからといって、まあ、海外で生産をするという時代は終わったんだと思います、まあ、これはその自然災害も含めて何が、まあ、それこそウクライナ侵攻だとかそういったことがあるとサプライチェーン国内で、うまくいってればそれに越したことはないわけなんですもんね、はい、でそこでの流通となると、まあ、我々その賃金上昇にもつながっていく可能性もあるわけですもんね、はい、そういう動きを、まあ、経済政策でしっかり後押しをする。そうか、政府岸田政権の新しい資本主義というのは、政府が支出をして成長投資で増やすということです。ですね、7時です。今朝のコメンテーターは岡三証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。日経新聞からです。政府は11月にも総合経済対策の裏付けとなる2022年度第2次補正予算案国会に提出します。11月までに補正予算の審議に入るのは4年ぶりです。内閣支持率が下がっている状況で物価高や円安への対策を急ぐということです。この10年見ると秋の国会で11月まで補正予算の審議に入った例は2016年度と2018年度の2回あります。安倍元総理の下で一億総活躍社会の実現や国土強靭化などを掲げて政権の浮揚を意識した面が伺えました。第2次安倍内閣以降年度末の執行を見据えた補正予算と翌年度の当初予算を一体で編成する方式が定着していました。11月までに補正予算の審議に入るのは4年ぶりだということなんですが、相田さんこれはどういうふうにご覧になりますか。はい、内閣府の推計では15兆円程度の需要不足があるとされてますので、はい、当然これはすぐに埋めなければいけないと、さらに今後、まあ、景気回復を、まあ、促進するような、まあ、政策も必要ですし、はい、まあ、家計と企業の、まあ、コストの増加を、まあ、支援していかなければいけない、はい、そして重要なのは政権を安定させるためには、岸田政権の経済政策としての新しい資本主義がちゃんと動いてますよ、はい、それを国民に実感させる必要がありますので、まあ、そのための、まあ、成長投資、はい、企業、まあ、家計を刺激する成長投資を、まあ、財政支出として拡大していきますので、はい、今30兆円という目安が出てきますけれども、まあ、それを上回る可能性も十分ありますし、はい、まあ、そうすべきだと思います、まあ、これその支持率が内閣支持率が落ちてるってこと、まあ、これはまあ国民の不満の現れですよね。とそれを汲み取るというのは当たり前ですけども、支持率下がったからやるとかそういうんじゃなくてね、もっとこの長いスパンというか先を見越していろいろこの国民の生活に関してはできればやっていただきたいなもんだなとは思いますけどもね。でこの秋の国会での予算審議について日経新聞は野党に追及の機会を与える面があると伝えています。衆参両院の予算委員会が取り上げるテーマ幅広く、野党が政権の姿勢や閣僚の資質などを問う場にも変わりやすいと。今の国会で一部の野党は旧統一教会世界平和統一家庭連合をめぐる問題に照準を合わせているといいます。相田さんこのあたりはどうですか。
はい、政治の停滞が経済政策の停滞につながりますと、はい、まあ、日本の景気回復を止めてしまう動きになります。まあ、そうならないためにも、まあ、政治の停滞があったとしても経済政策をまず前に進めると、まあ、政治の、まあ、論争よりも国民の生活を重視するような、まあ、政治をしてもらいたいと思います。はい、なんといっても、まあ、国民の命、これ大事です。あと安全も大事です。だけれども経済もそれと同じくらい大事で、はい、中国考えてみたらですね、これはもう火を見るより明らかで、経済が拡大していきました。それで軍事費も拡大していったっていうことですものね。はい、経済が大きくなければ何もできないということです。はい、まあ、どこまで大きくなるかっていう問題はあるかとは思いますけれども、まあ、そんな中でその政権の舵取り、政治の舵取りをしているのが岸田政権ですから、まあ、そこはしっかりと頑張っていただきたいです。さて、自民党ですけれども、昨日安倍元総理の衆議院本会議での追悼演説について、立憲民主党野田元総理に打診する方針、これを固めたといいます。今日にも正式に立憲民主党に打診し、野田元総理も承諾する方向です。野田元総理、立憲民主党の執行部が欠席した安倍元総理の国葬に、元総理の葬儀に出ないのは私の人生観から外れるとして参列していて、自民党は適任と判断したといいます。野田元総理が追悼演説、こちらですが、これは相田さんはどういう印象をお持ちでしょう。はい、安倍元総理は、はい、野田さんとは、まあ、意見の違いはありますけれども、はい、まあ、政治家としては、まあ、信頼し合っていたということです。はい、まあ、政治家同士が、まあ、信頼をし合って、まあ、意見を戦わせることで、まあ、より良い、まあ、結論に導くという、まあ、見本になってもらえればと思います。はい、これ野田総理が、あの元総理がおっしゃってましたけれども、やはり総理になってみなければわからないこの孤独感だとか、そういったものをが理解できていると、まあ、そういった、だからやっぱり総理にしかわからない何か悩みだとか、そりゃあね、国のトップですもんね。そうですね。いろいろと、相田さんは例えば、まあ、野田元総理、あと安倍元総理とお会いしたことはありますか。安倍元総理とは、はい、今年は財政政策の仕事を、はい、まあ、ご一緒にすることが多かったので、はい、まあ、ありますけれども、野田さんとは面識はないです。そうですか。改めてですけれども、安倍元総理、まあ、これはもう相田さんが接した限りですけれども、どんな感じの人だと今考えてらっしゃいますか。やはり国民の生活だとか、はい、まあ、日本の国力、これに関して、まあ、大きな懸念を持っていて、まあ、そこを、まあ、経済政策なりで、まあ、しっかり改善させていかなきゃいけないという、まあ、強い、まあ、考えをお持ちでしたね。そうですか。はい、時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは岡三証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞、自民党茂木幹事長、電気ガス料金1割抑制を。自民党茂木幹事長、昨日10月中にまとめる総合経済対策に関して、冬に向けて電気料金とガス料金の家計企業の負担を1割ぐらい抑える措置を取る必要がある、こういうふうに話しました。政府は電気代の上昇を抑える激変緩和措置に加えて、ガス料金の抑制策についても検討に入ります。茂木幹事長は党内派閥のこの会合で、経済対策は相当大規模になると思う、特に重要なのは一つはエネルギーだと話しています。ガソリンなど燃料価格を抑える補助金、すでに導入済みで、電気とガス、これを対象に加えますとエネルギー全般を支援することになります。電気料金だけでなくガス料金についても負担を抑える措置を取る必要があるということなんですが、相田さん、これはどうご覧になりますか。はい、まあ、これから、経済政策の引き締めもあり、海外経済の景気後退の動きが予想されています。はい、まあ、日本は、まあ、内需の回復の動きで、まあ、この海外から来るマイナスの動きに対するこう砦を築かなければいけない状況です。はい、ただ、まあ、コストの、が増加をしているということで、内需の回復がなく内需まで故障してしまうと、うん、まあ、日本は大きな経済の低迷になってしまいますから、はい、そこは大規模な経済対策で、このガス、電気料金、ガス料金も含めて、まあ、
っかり支援をするということが重要だと思います、はいはい、でこのガス料金の抑制めぐってはですね、ガソリン価格の高騰を抑える激変緩和措置のように都市ガスを生産する企業に補助金を配って流通価格を抑える案があるといいます。ガス料金のこの抑制策ですけれども、これはどういう方法が有効なんですかね。まあ、そうですね、エネルギーは経済活動の原点で、はい、商社にとっても生活コストに直結するものですから、しっかり支援する必要があります、はい。最も有効なのは、電力価格を引き下げて、うん、はい、その引き下げた部分は、はい、国に請求をしてくださいと、国庫負担でやるというのが一番直接的な方法、ですけれども、はい、しっかりとした方法を考えてもらいたいと思います、はい。ただこれ、今回茂木幹事長、自民党の幹事長がですね、電気ガス料金を1割抑制というふうに言いましたが、これ1割でいいのかどうかというのもありますよね。これじゃ足りないんじゃないか。なぜかというとですね、これ記事によると東京ガス、都内の標準家庭のガス料金は2022年11月分で6461円になる見込みと、これ前の年の同じ月と見ると3割上がってるって言うんですよ、はい、1割じゃダメじゃないですかこれね、単純計算をしての範囲ですけれども、ね、はい、だったらこれもう少し、とりあえず1割って言ってみてってことなのかもしれませんけれども、先ほど相田さんおっしゃったみたいに、これ生活していく上には今までね、ジャブジャブとかそういうの使ってた人そんなにないと思うんですよ、だからそうなってくると今まで通りに使う、それで3割上がったとなったらその3割分の補填は必要のような気がするんですけどもね。そうですね、小出しは逆効果、はい、そうですね、小出しは逆効果、逆にねまた支持率落ちますよと、はい、そんな小出しにしててもと、だったらちゃんとこの、計算をしてですよ、どういう根拠でこのくらいとしっかり出してもらわないと支持率にまた響いていくという可能性はありますね、はい。続いてはこちら、読売新聞、物価上昇を踏まえ賃上げを呼びかけ。経団連の十倉会長、昨日札幌市内で記者会見しまして、来年2023年の春闘に向け物価上昇の面を重要に考えて賃金を議論していくのは当然だと話し、会員企業に積極的な賃上げを呼びかける方針を示しました。岸田総理は今月4日、来年春の賃金交渉では物価上昇をカバーする賃上げを目標に労使で議論していただきたい、こういうふうに経済界に求めていて、これに応えた形となります。物価上昇をカバーする賃上げ、これは一方では実現できるのかというハテナをつける人もいるんですけれども、これどうでしょう、相田さん、実現可能だと思われますか。はい、これまでよりは可能性は高まっていると思います。そうですか、はい、やはり企業の動きが変化をしています。これまではグローバルな競争に生き残るために、コストの引き下げが必要だというのが、ある意味で一番頭の中にあったものですけれども、はい、やはり今グローバルだけではなくて、やはり国内経済もしっかりしなきゃいけないと、はい、国内、強い国内経済が、グローバルでの競争力も強くするんだという考えに、徐々に変化をしてきています。そうなると、はい、これまでのコスト削減が、国内の中間層を疲弊させてしまったということに関して、経団連を含めて、企業は大きく問題意識をするようになってきましたので、はい、景気が良いという状況をしっかり、財政政策を含めて、作れればこれまでよりは賃上げが起こる可能性というのは高まっているんだと思います、はい。でもその可能性としては、今ご指摘の通り景気が良くなきゃダメですもんね。はい、で経団連の十倉会長、現在の物価上昇について資源高などに伴うコスト上昇の影響が大きい、こういう認識を示した上で、どんな物価上昇であろうと消費者らが苦しいことに変わらないと指摘しました。ただ賃金決定の大原則、個々の会社の判断で決めることだ、こういうふうにも話していまして、各社のこの事情に配慮するという考えも示しています。また賃上げの動き、これを広げるためには、中小企業が値上げできる環境の整備が必要だとして、会員企業に取引価格の適正化などを呼びかけていく方針、これも示しています。賃上げの動き広げるためには、中小企業が値上げできる環境の整備が必要ということなんですが、こちらいかがでしょうか。はい、当然ながら景気が良くなければ、中小企業を含めた賃上げというのはなかなか起きないということです、はい。
まだ、日本は、内閣府の推計では、15兆円程度需要が足らないと言ってるわけですから、はい、そこはしっかり埋めて、景気を回復させることが重要です、うん、ただ、企業も大きく変化をしてきています、はい、これ私も、関わったんですが、経団連の、研究所の中で、中間層復活に向けた、経済財政運営の大転換という報告書を、第一生命経済研究所の長浜さんですとか、明治大学の、飯田教授、と、一緒に、出しています。飯田さんも、はい、経団連から、こういう、報告書が出るというのは、これまでとの大きな違いですので、やはり企業が大きく変化をしているので、はい、あとは景気をしっかり回復させると、はい、これは政府の役割だと思います、はい。ここでも景気ですよね。そんな中ですね、昨日国会開かれまして代表質問が行われました。経済政策に対して野党からどういう質問が、全部とは聞きませんけれどもあったかというと、例えば中小企業経営者から返済に追われる不安を訴える声が数多く寄せられていると。資金繰り支援の強化、各種補助金継続など安定的な経営に向けた収益力の改善、事業の再生等のきめ細かな支援、これを一層強力に進めるべきと、こういうこの野党からの意見がありました。これに対して岸田総理はコロナ融資の返済本格化に向けて借り換え保証の創設、これを検討していくと。原材料価格高騰に対しては公正取引委員会等の執行体制を強化して価格転嫁対策を徹底していくと、こういうふうに言っていました。あとはその給料が上がらない、年金が下がる中で物価高に苦しむ声が多いんだよと、こういう野党からの意見もあって、この25年間実質賃金が下がり続けているのは日本だけだと。じゃあどうやって上げるつもりなんだと、こういう質問が出ました。これに対して岸田総理は成長と分配の好循環による新しい資本主義にふさわしい賃上げを実現するためには企業の生産性を向上させ、さらなる賃上げを生む好循環を実現することが不可欠、短期的には物価上昇をカバーする賃上げを目標に価格転換対策、そして、中小企業の支援などに取り組むと、こういう発言があったんですが、今のこの発言聞いて相田さんどういうご感想をお持ちでしょう。そうですね、実質金利を引き上げるということは極めて重要です、はい、ただ、景気が悪い状況では賃金は上げられない、その中でコストの増加による物価高で実質賃金が下がっているわけですから、まずは景気をしっかり下支えをして、グローバルに、景気がちょっと弱くなってきたときに、このエネルギー価格を含めて落ち着いたところで、国民が実質金利の上昇を感じやすいようにして、それが需要を増やして、それからは実質賃金の上昇と需要の回復という好循環を作っていかなきゃいけないので、はい、今は、とても大きな財政支出によって、経済を支える、時だと思います、改めて財政支出が必要だというお話ですね、はい、続いてはこちら。日経新聞、中国海外マネー流出続く。中国の金融市場からの海外マネーの流出が止まらないという記事です。外国人投資家8月まで7ヶ月連続で中国債券の保有を減らし、その間に12兆円が流出したといいます。株式も9月は単月で、売り越しに転じていると。で、景気の急減速、あとアメリカ中国の金利の逆転に加えてロシアにまつわる地政学リスク、これを警戒する声も根強くあって、人民元への売り圧力も強まっているといいます。投資家が中国資産の保有を減らしているというこの状況ですが、相田さん、これはどうでしょうか。はい、やはり中国の強権的な政治手法がマイナスに働くようになってきているんだと思います。はい、これまでは強権的な手法で、国内の投資を大拡大をして、それで経済の拡大成長を遂げていくという方法が、うまくいってきたわけですけれども、ここに来まして、ゼロコロナ政策による生活の国民の生活の圧迫ですとか、反民主主義的な、動き、そして米国との、安全保障上の対立、こういうものがあるので、やはり強権的な主張が、経済にネガティブに働くようになってきてしまっていると、そういうところを、懸念した動きではないかと思います。はい、そしてこのアメリカの急ピッチの利上げ背景にですね、4月にはアメリカ10年もの国債の利回り、中国の10年債の利回りを上回りました。で、米中のこの金利の逆転というのがですね、
これが12年ぶりで中国から離れて他のこのハイイールド債に投資する外国人投資家の動きが見られるといいます。でその他地政学リスクをめぐるこの警戒感もにじむといいます。債券で売りが目立つのが中国国家開発銀行ですとか中国農業発展銀行などが発行します政策銀行債というもの。政策銀行は国策に沿った融資を手掛ける金融機関のことで国債並みのこの信用力を持つと考えられています。まあ、ただですね政策銀行エネルギー関連のロシア向けの融資これを抱えているために欧米諸国による制裁を懸念した売りとの見方も出ています。まあ、さらにはですね中国のゼロコロナ政策が海外からの直接投資に水を差しているという声もあると。この中国経済の現状なんですがこれは井田さんどうご覧になりますか。かなり苦しくなってきていると思います。まあ、中国のまあゼロコロナまあ政策ですとか、はい、ロシアに近いまあ権威主義的なまあ動き、まあ、こういうのがありますので、企業はやはり中国に地政学上のリスクをまあ感じてしまうようになってます。はい、そうなると、まあ、当然ながら中国を抜きに、まあ、供給体制サプライチェーンを構築していこうという動きになってますので、はい、まあ、中国への投資が衰えたり、まあ、国内中国ではなくて、まあ、国内で投資をするという動きにつながってますので、はい、まあ、中国経済にとっては下押しです。もう一つは、物価が上がりますと、中国の国民の生活を下押します。とすると、はい、権威主義的な国家ですから無理やり物価を抑え込むということです。ただ、物価というのはシグナルで、需要が強いものは物価が上がって供給が増えるという面もあるので、まあ、そういう動きを物価の歪みが経済の歪みにつがまるような形も見えてきてしまっているので、はい、まあ、中国経済は、まあ、相当厳しい状況にあると思います。はい、でアジア開発銀行によりますと中国の22年の実質国内総生産 GDP の伸び率 3.3% と21年の 8.1% から急減速する見通しだといいます。で不動産市場の落ち込みに加えて新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策、まあ、これが外国人の中国売りを招いていると指摘があります。で香港通じた中国の株取引からも外国人投資家の変化が見て取れていて9月は112億元の売り越しを記録したと。単月での売り越し今年に入って3月7月に続いて3度目だといいます。で1月から9月これを通じて見てみると合計では522億元の買い越しでしたが買い越し額前の年の同じ時期と比べて 82% 減ったと。1月から9月の買い越し額としては16年以来6年ぶりの低水準だったということなんですね。はい、さあ続いてはこちらです。日経新聞、イギリス長期金利に上昇圧力。イギリスの長期金利に再び上昇圧力がかかっているという記事です。5日のヨーロッパ債券市場で30年もの国債の利回り一時 4.3% 台まで上昇し1週間ぶりの高水準をつけました。10年債利回りも 4% 台に乗せていますね。でイギリスの中央銀行が国債の買い入れを減らして債券需給が緩むことへの警戒感これが浮上しているといいます。イギリスには財政赤字の拡大あとインフレなど懸念材料が多くあります。9月に発足したばかりのイギリストラス政権が揺らいでいて目玉のはずだった所得税の最高税率を引き下げる案が金持ち優遇と反発を招いて撤回すると発表しています。また財源へのこの不安から国債の金利が上がって通貨ポンドが急落するなどしているということなんですが、まあ、ドタバタですよね。相田さんこのドタバタはどう感じてますか。はい、ドタバタが起こるほどの複合的なマイナスの要素が、はい、まあ、イギリスにはあるんだろうと思います。もともとイギリスは、まあ、国債経常収支は赤字の国で、はい、まあ、対外債務国、海外に対して、まあ、債務を負っている国です。はい、そこにエネルギー価格の、まあ、上昇、まあ、エネルギー自給できるような国ではないので、エネルギー価格の上昇があり、そしてその前には、EU から離脱をするということで、はい、まあ、国内の、まあ、供給能力にダメージを与えてしまうような動きもあった。そこにこの政治の
不安定感が、あって、はい、その政治の不安定感は、まあ、政策の余地を狭めるという、まあ、形になってしまうので、はい、やはり、まあ、国際マーケット、グローバルなマーケットではイギリスに対する懸念が高まっているんだと思います、はい、でトラス政権、政権発足してまだ日が経ってませんけれども、本来ですね、この政権発足後、あるはずだったハネムーン期間、これ例えばアメリカなんかでも100日くらいは多めに見ようじゃないか、お手並み拝見というこの期間があるはずなのが、そのハネムーン期間もなくて早くも支持率低迷にあえいでいるといいます。でインフレでこの庶民の生活が一層苦しくなっています。そんな中で生活困窮層に的を絞るよりも経済成長重視を鮮明にしたことから批判が起きたとも指摘されています。まあ、ただトラス首相はですね、党大会締めくくる演説で変化に混乱はつきものだと主張して、イギリスを動かし嵐を切り抜けて基盤を一層強固にすると決心している、まあ、結構強気な発言もしています。支持率が急低下しているトラス政権です。まあ、岸田政権もですね、支持率低下していますけれども、まあ、どちらもそのインフレ対策に苦しんでいるというのは同じ。この両国のインフレというのは、あの相田さん、質が違うということなんでしょうか。はい、はい、日本はイギリスを参考にしてはいけません。いけません、はい、まあ、景気回復を強くしたり、はい、家計にしっかり所得を回すためには、はい、企業と政府の合わせた支出する力、はい、まあ、これを強くしなければいけない、はい、まあ、これが私がネットの資金需要と呼んでいるもので、はい、企業の貯蓄率と、まあ、財政収支を合計したものです、はい、まあ、コロナ後米国はこのネットの資金需要を GDP 比で 17% 程度増やした、はい、イギリスは 13% 程度増やしたと、はい、まあ、財政支出を拡大して企業と政府の支出を強くして、まあ、景気回復を、成し遂げてきた、まあ、それがインフレにつながったと、はい、ただ日本は 5% 程度しか増やしてませんので、はい、アメリカの3分の1、イギリスの半分、以下しかないというのですから、はい、日本は財政支出が足らないので、うん、まあ、イギリスも財政支出を拡大しようと思ったから金利が跳ね上がって通貨安になったから、はい、日本も同じように財政支出を拡大すると同じようになってしまうので、うん、財政支出の拡大をやめましょうというのはこれ最悪の結論で、はい、そういう状況になりますと日本のネットの資金需要はまたこれまでの 0% になって、まあ、家計に所得が回らなくなってしまうので、うん、はい、イギリスを見習えば日本はデフレに戻ると思います、はい、そうですか。まあ、今のお話ですが、イギリスはそのネットの資金需要というか、まあ、政府とこの企業の支出が 13% ですか、はい、GDP 比率で 13%、はい、日本は 3%、 日本は 5%、 あ、 5%、 5% ということは、まあ、まあ、まあ、点でとは言い過ぎかもしれませんけれども、足りなかったわけ、足りなかったです、ですよね。まあ、これまではゼロだったので、それに比べれば頑張ってる方ですけれども、それでも 5% というのはちょうどいい水準でしかないので、はい、課題ではないということですね、そしてコロナ支出によって 5% にしたわけですから、はい、まあ、コロナに対する支出はなくなってくるわけですから、はい、そこは企業家計の支援で今度はまた埋めなきゃいけないわけです、はい、はあ、だから維持はできたんだけれども、その経済回復させるまで の、 その数字はなかったってことなんですね、はい、まだ弱かったと思います。弱かったとなると、まあ、重ねて相田さんの主張ですけれど も、 もうイギリスを見習っちゃいけないんだよ、はい、ということ、はい、これを肝に銘じておかなきゃいけないということですね、はい、時刻7時33分です。おはよう、時刻7時35分です。今朝のコメンテーターは岡三証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。 IMF 国際通貨基金の専務理事が講演して、経済状況は一変した、インフレは一過性ではなくより持続的になっていると述べ、来年の成長率の見通し下方修正する方針明らかにしました。ロシアのウクライナ侵攻、あと相次ぐ自然災害などを背景に、世界経済の見通しが暗転していることを踏まえて、経済の安定化を図ることが急務だと指摘しています。インフレが加速するアメリカ、ロシア、ロシア産の天然ガスの供給不安を抱えるユーロ圏などを挙げて、世界のすべての経済大国が減速している、まあ、こういう危機感を示しました。この IMF の指摘なんですけれども、相田さん、これどうでしょう。はい、まあ、各国は、まあ、経済政策を強く引き締めています、はい、そして引き締め
の効果というのはすぐに現れるわけではなくて、まあ、半年から1年、まあ、効果のラグ遅れがあると言われてますので、はい、まあ、そうしますと今年強く引き締めてますから、来年の海外のまあ経済成長率がもう大きく鈍化するという予想になっているなと思います。はい、で IMF の専務理事ですけれども、各国地域のですね、中央銀行が進める金融引き締めについて、過度にしかも急速に国を越えて同時に行うことは経済成長を阻害する可能性があるとしながらも、インフレ抑制に向けて景気が減速せざるを得ない状況でも断固として行動することが重要だと訴えました。景気犠牲にしても今はインフレ抑制を優先すべきなのかというところなんですけれども、相田さん、このあたりはどうお考えでしょう。はい、需要が強くて、はい、まあ、インフレになる、まあ、それ自体は、まあ、そこまで悪いものではないかもしれませんが、はい、インフレがコスト増になって、それがさらなるインフレになって、またコスト増になってというこう悪循環になってしまうと、まあ、賃金上昇は物価上昇に追いつけなくなってくるので、はい、やはり経済にダメージを与えますので、まあ、経済をまずは引き締めて、この悪循環をまあ断ち切るという、はい、まあ、方向性なんだと思います。まあ、アメリカなんかもその動きですものね。はいはい、でこうした中、東南アジアの中央銀行が利上げを加速させています。インフレが止まらない中、自国通貨安が進んでいるためで、フィリピンやインドネシア、通常の2倍以上の利上げ幅となります。この倍速利上げに踏み切りました。利上げの目的、第一に物価高騰の抑制です。ロシアのウクライナ侵攻後も欧米に比べて物価上昇が緩やかだった東南アジアなのですが、新型コロナウイルスの関連の規制ほぼ解除され、経済活動が活発になった5月頃からインフレが加速しました。今後もアメリカの中央銀行にあたる FRB の利上げに追随する見通しですが、急ピッチの利上げの副作用で景気が減速する懸念も出ています。 0.5 から 0.75% の利上げ、欧米や韓国、ニュージーランドなどの中央銀行が実施してきましたけれども、東南アジアでも倍速利上げ、これが広がってきたということなんです。これはどう思われますか。はい、新興国は、ドルでの、債務が大きいということです。はい、まあ、ドルで借金をしてますので、まあ、自国の通貨が安くなってしまうと、はい、まあ、ドルでの支払いが増えますので、あ、まあ、経済の負担が大きくなるので、はい、FRB がどんどん利上げをしてドル高になっていくんであれば、はい、まあ、自国の、まあ、金利も上げていかなければいけないという負担があります。はい、一方日本は対外債権国、世界最大の 対外債権国ですから、はい、そういう負担は全くないわけですから、まあ、利上げについていく必要は全くないということです。はい、FRB が利上げをして、アメリカが減速をして、利下げを今に転じて、その次警戒をして利上げをするまで、なんとか日銀は引っ張って、このワンサイクル、はい、こう頑張って耐えれば、はい、日本もデフレを脱却する目が出てくるんじゃないかと思います。それが今相田さんがおっしゃったのが一つのサイクルなんですね。はい、そうですね。はい、他の国は一緒にサイクルを踏まなきゃいけないですが、はい、アメリカと一緒にこう行かなきゃいけないけれども、はい、日本はワンサイクルまず余裕があるということだと思います。ワンサイクル待ち、これでいくということですね。はい、時刻7時39分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。文化放送おはようテラちゃん。今朝のコメンテーターは岡三証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。産経新聞から小売の業績復調という記事ですね。総合小売2強のセブン&アイホールディングスとイオン、2022年8月の中間連結決算ともに増収増益、新型コロナウイルス対策の行動宣言の緩和に伴って消費者の外出が増えたことなどが追い風となっているということです。セブン&アイが昨日発表した2022年8月の中間連結決算は、日本とアメリカのコンビニエンスストア事業の好調、これが原動力となり、売上高にあたる営業収益と各段階の利益、いずれも中間期として過去最高でした。国内と海外のコンビニ事業の中間期の既存店の売上高、コロナ禍前の2019年を上回るところまで回復。セブン&アイは去年およそ2兆円を投じてアメリカのコンビニ大手スピードウェイ買収
習していまして、急速なドル高円安も海外のコンビニ事業の円換算での収益上振れ、これにつながったということなんです。一方、スーパーはですね 39% 減少ですとか結構下がってるようですね。小売り2強のセブン&アイとイオンが増収増益、これはどうご覧になりますか。はい、セブン&アイの営業利益を見ますと、はい、まあ、国内コンビニと海外コンビニで半々になってます。はい、特に海外コンビニはの利益が円安で倍増してまして、はい、まあ、やはり今海外にうまく展開できた、まあ企業は、まあ国内の、まあ低迷をなんとか、それで、カバーできているということだと思います。はい、で一方ニトリホールディングスはセブン&アイとは逆に急激な円安が重荷となって、中間連結決算が、営業利益前の年の同じ期からおよそ1割減ったというんですね。急激な円安、ニトリは重荷になっている、まあ、ニトリだけじゃないんでしょうけどね。そういうことですね。はい、まあ、円安がまあコスト増になってまあ値上げをすると、はい、企業としては 10% 値上げをしても販売数量が 10% 持ちなければ売上は上がるわけです。はい、ただ経済全体としては販売数量が落ちれば経済の低迷になりますから、まあ、これを防ぐためにはまあ経済対策でまあ家計の購買力をしっかり支えるということが必要だと思います。はい、やはりここでも財政出動ってことですね。はい、まあ、政府が支えていくというところなんですね。まあ、でもこうやって相田さん引きこもごもなんですね。そうですね。はい、まあ、円安、これがですね、プラスに転じる企業もあれば、こうやってこう煽り食らっちゃうっていう企業もあるというところなんですね。はいはい、今朝のコメンテーターは岡三証券チーフエコノミスト相田拓司さんでした。相田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また来週です。今日もいい一日になりますように。